富士見分水の森、富士見分水の森は、長野県富士見町にある広さ5ヘクタールほどの自然公園。区内大臣などを務めた渡辺千秋の別荘の跡地で、建物が解体された1975年以降は、雑木林となり、渡辺別荘地、ないし、旧渡辺別荘跡地などと呼ばれていた。2011年に富士見町が用地を取得して、以降、 公園としての整備が進められ、2012年4月に自然公園として開園した。敷地内には樹齢140年を超える赤松など、新葉樹、広葉樹の根光林が広がっている。また、舞鶴草や薄葉最新なども自生している。1907年、渡辺千明が当地に別荘、分水荘を構えた。藤見町大口では、 最初の別荘であったとされる。第二次世界大戦後には、詩人の尾崎喜八がこの別荘を借り受けて、東京から移り住み、1946年から7年間を過ごした。1975年、別荘の建物は解体された。長く渡辺家によって維持されていたが、2008年1月17日に、渡辺の彦にあたる人物からの相続税の仏納により、 国有地となった。2011年1月28日、富士見町はこの土地を財務省から2億500万円で取得した。以降、駐車場やトイレの設置、一部の樹木の伐採や遊歩道の整備が取り組まれ、2012年4月に自然公園として開園した。ありがとうございます。